戦争でも始めたの？バカなことを。暴力の連鎖が終わることはないわ。お前と取引したのは俺じゃない、彼らだ。それがあんたの間違いだって言ってんの。三発目のことを黙ってたな。数は知らない、数えたのは部下だし。嘘をついてる。ハッサンはどこだ？もう一発はどこにある？シカゴ。どういうことだ？居場所を教えた。止めるとは言ってないけど。そんなことだろうと思った。だから警告したんだ。ビジネスをしただけ。成長できなきゃ死ぬ。それが世の道理ってもの。自分の首を絞めたな。いいえ、ちゃんとシカゴだって教えた。さあ、とっととラスアルマスを出て行け。用は済んだろ。ひとまずこいつを頼む。後でな。それは楽しみ。行くぞ。さあ来いよ。輸送機とラズベルを呼べ。サッサンとミサイルはシカゴだ。これでラスアルマスは平和だ。私はすぐに解放される。あんたたちは善と足らんね、バケロス。お前は必ず報いを受ける。私が何をしたかは関係ない。証拠がなきゃ意味がないんだ。行け、任務があるだろう。正義を貫けよ兄弟。どんな最後でもな。グッドラックアミゴ。ゴースト、またいつか会おう。エルシンノンブレは3発目のミサイルがシカゴ港から運び込まれたと言っていた。ハッサンと AQ の兵士も一緒にいる。ミサイルの正確な位置や標的は不明だ。分かっているのはラスアルマスカルテルが所有するシカゴ市街地のビルにハッサンがいるということだけだ。警察が周辺を封鎖し、武器が入っている盗難コンテナを捜索中だ。彼らにはミサイルがあることは知らせていない。ハッサンはこのビルの54階にあるサーバールームの中に隠れていると思われる。私は現場付近でミサイルを特定する。俺はシカゴ川から海兵隊と潜入し1階へ移動する。俺は監視のため向かいにある作戦地点にヘリで向かう。2機のヘリを屋上に下ろす。1機は海兵隊、もう1機は俺とソープだ。ギャズと海兵隊はビルを下から掃討し、プライスとソープは上からラペリングでサーバーの階に向かう。挟み撃ちにするんだ。最優先の任務はミサイルを止めることだが、全員にハッサンを処刑する権限を与えよう。ウォッチャー1よりブラボー6指揮官へ。防衛線は安全だ。ミサイルコンテナを見つけた。これより向かう。了解だ。ブラボー各位、準備に取り掛かれ。始めるぞ。ゼロファイブは了解した。ブラボー6等だ。ターゲットまで20秒。内部には影響が大勢いる。ゴースト、監視を始めろ。ラジャー、移動しろ。56階が第一目標だ。要塞化されており容易に入れない。そこにハッサンがいるはずだ。了解。これ以上あいつの好きにはさせない。注意。何か見えるか？民間人がいる。人質だ。ハッサンの時間稼ぎか。脅威を排除しろ。ブラボー3は人質の確保だ。ターゲットの階で合流だ。必要なら位置を変えろ。下に A 級が2人。交戦を許可する。クリア。ブラボー3へ。55階を確保。敵が4人。部屋の中に3人。廊下に1人いる。敵が4人、素早く倒せ。そこだと敵に見つかりやすくなる。了解。
残りは1階だ。了解。次の階に敵5人移動中が3人止まってるのが2人。攻撃する前に確認しろ。移動する前にエリアを移送しろ。ブラボーへ、51階を制圧した。了解。ゼロセブン移動する。プライス、人質は全員確保した。了解。サーバーのある階で合流だ。爆薬セット離れろ。ウォッチャー1、目標の階に到着した。ラズベル、あれは一体何だ？ミサイルは稼働していて、今は第一段階に入った。コントローラーはコンテナとは別のところにある。つまりハッサンが持ってるんだ。これよりターゲットエリアに侵入する。アウト。コントローラーが必要だ。ハッサンがいるといいが。クリア。ハッサンの姿はない。なぜハッサンはサーバールームを使ってる？一番安全な場所だからだ。進め。ハッサンはいない。全部隊へ。ターゲットを発見できず、コントロールルームに向かう。コントロールルームの入り口に来い。クソったれ、逃げられた。コントロールルームが見えた。全部隊へ。ハッサンはいない。コントロールルームは空だ。ゴースト、何か分かったか？それらしき奴がいる。46階だ。了解。移動する。下がれ、軍曹。フックをかけろ。入り口は4階下だ。ブラボー各員へ、ファイブは40階に侵入する。了解。奴をそっちへ追い込む。包囲してやろう。そう、コントローラーを見つけたらミサイルの解除は頼んだぞ。了解。前に一度やってる。こっちだ、ウソ。シャツを片付けた。ブラボー各員、ハッサンは階段の吹き抜けだ。階下に向かってる。了解。キャズ、そっちに行ったぞ。ラジャー。
間に向かえ。ギャル、状況は？ゼロセブンへターゲットを追い詰めた。46階だ。了解、そっちに向かう。ブルゾー、続け。階段を使おう。了解、俺たちは発射。クソ、こっちだ。ヤズ、お前の右から接近する。発射はどこだ。ホールの奥です。ドアの向こうに立てこもってる。ここを片付けてヤツを始末するぞ。カメラで覗け。そう、ハッサンかどうか確認しろ。コントローラーが必要なんだ。俺に任せろ。大丈夫だ。お前がやり遂げろ。ソープ、さあ行くぞ。ウォッチャー、ハッサンがミサイルのコントローラーを持ってる。やつを追う。了解。ミサイルは DC に向かってる。軌道をそらす時間はわずかだ。ハッサンは奥のエレベーターだ。そこまで降りろ。ハッサンは次のエレベーター。そのエレベーターは持たないと。飛び降りろ。行け、クソ！殺して！クソ！そう、状況は？建設中の階にいる。コントローラーは確保したが、武器をなくした。了解。考えてろ。もう茶碗に繋ぐ。ソープ、ミサイルが発射された。遠隔操作で起爆しなさい。初めての任務だな。よし、指示をくれ。クソ、ターゲットは DC だ。座標は38とマイナス77。ペンタゴンだ。やつはシェパードを狙ってる。いや、シェパードはもういない。ああ、でもそこには3万人もの人々がいる。取りかかるぞ。ソープ、安全な場所に行ってコントローラーを開けて。よし、再開する。まず診断モードを有効にしなさい。よし、準備できた。クリアとモードを同時に押して。オンになった。次はオーバーライトだ。4列のデータが見えるはずだ。3列目の2行にあるデータを切りたい。ミサイルは目標の半分にまで到達した。シーケンスを終わらせなさい。安全な場所でコントローラーを使え。一刻を争う。 OK、 どうする。3列目の2行だ。パーセント、エコ、シエラ、パパ。うまくいった。では左とクリアを押してオーバーライト。よしないと。ソープ、安全な場所に行ってコントローラーを上げて。よし、再開する。左とクリアを押してオーバーライドだ。
あと少し。オーバーライドオン。了解、身を隠せ。次のステップは音が鳴る。移動する。安全な場所でコントローラーを使え。一刻を争う。移動する。最後のステップだ。緑のランプが4番目の位置に来たらリンクを押せ。間もなく射程に入る。起爆した。了解、空軍が確認する。ありがとう軍曹。ああ、ラズベル、あんたがいてよかった。ハッサンはどこに。奴は一人じゃない。 A 級の警備も一緒だ。一人残らず殺してから奴を追い詰める。アウト。どうなることかと思った。よくやったジョニー。ここからが難しいところだ。ここまでも十分難しかったんだが。それはどうかな。とにかく生き延びて警備を倒したらハッサンを殺せ。とにかく武器が必要だ。作ればいい。ああ、懐かしいよな、注意。昨日のことのようだ。実際昨日だが。薬品だ。トラップに使えそうだ。ガラスを見つけた。テープがあればナイフを作れる。ガラスを割ってもいいが、音で位置を知られるだろう。くそ。工具箱をこじ開けられそうだ。気をつけろジョニー、音が出るぞ。ローを見つけた。スモークトラップに使えるよな。テープを見つけた。これでスモークボムが作れる。警備に投げつけたら始末するんだ。ティガーが軟弱なのはお前たちが弱いから。ガラスのナイフを作った。そうだジョニー、ヤツを麻痺させて刺すんだ。ネズミ捕りを見つけた。薬品とガムテープでガストラップが作れる。こじ開けないと。お前たちは世界で最も偉大なテロリストが今自分たちさえ脅かしている。一人麻痺させた。今だ、大会やつを立て。お前たちの国は火の海になると言っただろう。これを止められるか。ゴースト。ソース。窓を見ろ。我々は攻撃しているのではない。侵略しているのだ。助かったぜ。軍曹、お前のおかげだ。総員に次ぐハッサンを倒した。敵は KIA だ。昨夜シカゴのダウンタウンで強風により発生した爆発事故について、当局は電力サージが原因であると発表しました。数千人が停電の影響を受けましたが、今夜には回復する見込みです。次のニュース。CIA らしいな。うん、嘘800ね。摘発はしない。 A 級にイラン、カルテル、
ロシア、シェパード、シャドウ、奴らに出し抜かれた。先手を取られたから、ついに終わったんだ。その後シェパードは完全に消えた。なら奴を探そう。もっと大きな獲物がロシア人について調べたの。相変わらずだな。輸送隊を襲ったのは国粋主義者。ケイト、もういいだろう。いいえ、よくない。新しい奴と組んだの。誰だ。名前はわからない。こいつを知ってる。誰なの。マカロフだ。Господа, наш самолет завершил набор высоты. Вы можете расстегнуть ремни. Сейчас вам будет подан обед. Горячее вы можете выбрать в меню. Гокибоно меню ва? Сарада утану. Thank you.
y el cielo cae. El sol jamás saldrá otra vez. La guerra ya empezó. De un arma vemos el cañón. No hay refugio, no hay estabilidad. La humanidad perderá. Que no tarde el adiós, el tiempo se acabó. No importa si no crees, es fácil ver que el mundo es una bomba terminal. El mundo es una bomba terminal. Ya cálmate, hay que avanzar. El mundo es una bomba terminal y a punto está de explotar. Thank you.
hay uno y aquí voy. Tras las almas de la